こんばんは。こんばんは。寒かった。今何分だ。帰ってきました。最近ファンになりつつあります？え、な、あともう一押しってこと？やったね、みんな。仲間が仲間ができるよ。もうちょっとでファンになってくれるって。やったね。今日は収録をしてきました。お仕事、この後もレッスンがあるからちょっと長くはできないんだけど、今日はどういう服、前もやったコーディネートだけど、あ、スモールワールズで着てたかも、この服。これ結構前に買ったスカートなんだけど、そう、とてもお気に入りだからね、ずっとね着てるよ。あーね、またね、雪降らなかったね。すごい、私は積もらなくてもいいから降ってくれるのを楽しみにしてるんだけど、なかなか降ってくれない。そう、サスペンダーな。今日はポニーテールです。おしゃれなんだよ。なんかね、一つに縛ってるだけじゃなくて、すごいぐるぐるになってるんだけど、説明できないな。どっちからすごいだろう。なんかねじって見える？ねじってねじって、なんかボブでやってないの。ピンで止めておしゃれにやってくれてるんだよね。ここから見るとすごいぐるんぐるんになってるな。今日はいつもね、歌番組の時とかはおされさんにやって、みんなよく知ってるでしょ、おされさんにやってもらってるんだけど、そう、なんかテレビ局違う、そうじゃない時の他の番組、まあ今日はそのあれだねをやってきたんだけれど、その時は曲メイクさんにやってもらうから、なんか違う感じ、いつもと。ポニーテールと言いつつも、スチュワーデスさんかと思って、嬉しい、褒め言葉。で、多分いつもアナウンサーさんとかやられてるだろうから、だからなんかそれっぽい感じに仕上がったって勝手なあれだ、私の勝手な予想だけど、これは「イット!」に出れちゃうな。嘘です、すいません冗談です。女神切ってないだ、すごい長かったから。なんかよくさ、ゆきりんさんとかゆいゆいってさ、カーラー、なんかこういうぐるんぐるんなやつをさ前髪につけてるじゃん。私はやり方わかんなくて、巻けばいいんだろうけど、あんまやらないから、おのめくさんがそれをやってくれたらこういい感じに、すごい目の下ぐらいまであったの前髪今でも、いい感じにこう巻いてくれて、こんな感じに仕上がった。すごいね。巻き巻きね、巻き巻きや。右上がモコモコ？
どこ？あ、これか。これね。これはちょっと。ここがさ、ちょっと寒いから、ここはちょっとね。今日ってお休みだっけ？平日だけど。3連休とか？電車乗ったんだけどさ、いつもこんなに混んでたっけと思って。そう。あ、本当？じゃあみんなただ普通にお家に帰ってただけなのかな。普通の日か。給料日だから。あ、そうなの？へえ、そうなんだ。そう、私もね、さっき帰ってきたとこだった。次のイバロクはリモートで出演できるみたい。だから今日はそれの収録が終わった後に、それのなんかちゃんとつながるかなみたいなチェックもやってきて、うまくいくといいんだけど。あ、や、山手線は18時台がすごい混んでるんだって。おお、じゃあ今すごい混んでるんじゃない？イバロクはあのあれではない、自宅からではない。帰宅ラッシュ最近。西武線、西武線ってなんだ、どこに行くやつだろう。あ、あれかな、新宿駅通るやつそんなこと言ったら結構該当するけど、どこに行くやつ、あんまり聞き慣れない。田園都市線わかる。田園都市線は渋谷から山梨の方に行くやつでも雰囲気合ってるよね。合ってないか。へえ、そうなんだね。あ、山梨行かない？行かないって。わかん、どこ行くんだろう。あと帰ってくるときね、私のお家の近くにあるお魚屋さんに行ってきてね、アサリ買ったアサリ。アサリ好き。いつも簡単にお料理できるみたいな感じのやつをスーパーで買ってたけど、今日はもうちゃんとなんかいかにもお魚屋さんらしいスタイルで売ってるらしいスタイルってか、あの水にね、塩水に中に入っててもう砂抜きされているアサリをゲットして、何に使おうかなってすごいね迷ってるんだ。あとヤリイカ買った、いっぱい。エリーカでも何にしようかな、迷う。そこでね、売ってるハマグリがあんまり見かけない。なんか私一回さ、1年前っていう去年の4月とか5月ぐらいにハマグリの酒蒸しを作った、あ、1年前ぐらいかな。その時に見たハマグリ本当に
すごいいいサイズのゲットしたんだけど、なかなかあれに巡り合えない。今日はね、売ってなかったの。だから旬とかあるのかなと思って、お魚屋のおじさんに聞いてみたら、今日はないんだって言ってた。入る人入らない日があるねって言ってた。毎日行かないとゲットできないな。ね、ヤリイカって何に使ったらいいと思う？アサリの酒蒸し屋さん、どうしよう。そう、魚屋さん行ったりするよ。なんで、なんで岡部アサリで笑ってるの？どこが面白かったの？めっちゃ笑ってたんだけど今。なんで？パスタに丼はしない。今日ゲットしたアサリはちょっとそれに使うのはもったいない気がしてね、ちょっと違う料理に使ってみたいんだよね。え、わさび醤油もなんかもったいなくない？確かに面白い。え、岡部アサリがそんなに面白かった？私は分かんない。なんでなんでそんなにみんな面白いの？語呂がいいからとか？なんでや。イタリアンに使っちゃう？イカ大きいの買って。いや、なんかそんなに大きくなかったかな。こんぐらい、全長もちろんこんぐらいかな。わさび醤油私もすごい好きなんだけど、でもお醤油使っちゃうとね、せっかくお魚の美味しい味がするのに、なんか全部わさびと醤油にいいとこ持ってかれちゃうみたいなどういうことみたいな。なんか全部それに味が持っていかれそうなのがもったいないなって。もうちょっとシンプルな味付けでできるお料理。って言っても今そんなお腹空いてないからあれなんだけど、味の違いが分かる女だねって言ってもらえたイエーイでこの服装しててこんなモコモコから出てる手がいきなり出てきたらおかしいか。イカスミパスタどうなんだろう。処理してもらって出たんだよな、処理しとくねみたいな感じで、このイカ いっぱいくださいって言ったら、中に1回イカちゃんを持ってかれて、炭も取っちゃったかな。やったー。今日のリンリンすごい大人っぽい。だってなんでそう思ってもらえるんだろう。服かな。歌もないの、わかんない。その袋に入れてもらって帰ってきてそのまま冷蔵庫に入れちゃったからどうなってるかまだね見てないんだよね。リュックおろそうはバカにしてる絶対バカにしてる。そういうお洋服なんだってば。何もないでしょ後ろ。それはいじってるよ。仕
仕事中。いやまだ仕事してるんだ。頑張れ。でも私もこれから、まあ、お仕事っていうか、まあ、レッスンだけどあるからお互い頑張ろうぜ。いやだから今日さ9時過ぎぐらい、9時過ぎぐらいって9時もうがっつり過ぎちゃうからさ、9時からアドホンできないんだよね。終わったら参戦だな。昨日さ全然勝てなくて、ドボン、私ドボンされちゃうのよ。だからポイントもらえるポイント290だか70だかで、そっから倍になった数だから全然昨日稼げなかった。まあ、コメントもさ打てるなんかコメントが決まってて勝てなって言ってたでしょ昨日。私意がないんだよね、ひらがなのところに。だからね、自分の好きな組み合わせができるんだけど、ワードがないとね、ワードがそもそも入ってないとね、打てないんだよね。勝てなって伝わってたな、よかった。そう、意がないの。かとかですとかよ、ゆ、てとかしはあった。あ行は何もなかったね。じゃあ今日も勝てなかったら勝てなってまた打つね。私昨日はちょっと良くなかった環境が。昨日は好きなドラマがやってて、それも 見ながらでメールをかけながらやっちゃってたから、昨日はちょっとダメです、すいません。昨日はあんまり貢献できなかった。私天国と地獄っていうドラマすごいずっと前から見たいと思ってて、すごい面白くて、天国と地獄っていう TBS のやつなんだけど、うん、あ、そうそうそう、綾瀬さんめちゃめちゃ可愛い。ゾンビのやつ、ゾンビのやつは知らないな私。今日は満月か。え、今日満月なの？あれ、さっき見た時満月。あー、違う、ドラマの話か。月ちょうど月見たから、あれそうだった気かなと思っちゃった。ドラマの方の話だね。 TVer の力で何とかする。あ、登録してた、見て見て見て。他に気になってるドラマ、わかんない、他に何のドラマやってたっけ。ボス恋、あ、1話見た。2話はちょっと見逃しちゃったんだけど、1話見てた。あれみたいだね、私が好きなプラダを着た悪魔に、多分あれから1話は多分はそうだけど、きっと違う恋の展開がこれからやってくんだろうけど、すごいそれに似てるなと思いながら見てた。女の子はああいうの好きだね。雑誌の編集者のみたいな、あの世界か。そうそう、七尾さんが出てるやつ。ねえ、プラダ大好きだから。みんながいろいろおすすめしてくれる。なんだろう、カタカナが多いな。
業務連絡来た今。やばい。もうそろそろ終わりにしなきゃ。じゃ準備する。だから今日はドボンは途中から参戦する。もう9時半ぐらいに終わってると思うんだよな多分。さっきお仕事終わってないって言ってた人いたね。頑張ろう。転ばないように気をつけて。いや動ける格好するから大丈夫。こういう格好してるからヒール履いてやると思った。今だけだよ。もう着替えちゃう。またね。バイバーイ。じゃあね、ドボン会えるといいね。昨日はね4人ぐらいあったよ。じゃあね。